前園正弘選手は現役時代、サイドを切り裂くドリブルが持ち味の選手で、天才ドリブラーと言わしめるほどのドリブルセンスを持ち合わせていました。1992年に横浜フリューゲルスに入団し、1996年に開催されたアトランタオリンピックで、ブラジル相手に歴史的勝利をしたマイアミの奇跡の時にキャプテンを任され、勝利に大きく貢献した選手でもあります。そんな前園選手ですが、次第に芸能人との交友が増え、夜遊びをすることが多くなり、別名、夜のストライカーと呼ばれるほど夜遊び好きになり、酒癖の悪さでも有名な選手でした。2013年10月、合コン帰りの前園氏は、タクシー運転手に運賃を支払わずに降車し、タクシーの運転手が呼び止めたところ、いきなり殴る蹴るの暴行をし、通報を受けて駆けつけた警察官に現行犯逮捕されました。翌日、前園氏は記者会見を行い、本日は私の軽率な行動により、被害者の方をはじめ、たくさんの方にご迷惑をおかけして申し訳ございません、と目に涙を浮かべながら謝罪しました。未だにその事件についてテレビ番組でいじられることもありますが、その話題では自分から笑いを取りに行かないことで、未だに深く反省をしていることが伝わり、好感度アップにつながっているそうです。